色画用紙を使って龍の貼り絵を作りました。紙版画の版にするためのものですが、そのままでも飾れます。まず2色以上の色画用紙を用意します。切れ端や汚れなどがあるものを活用しましょう。もちろん新しい画用紙で OK です。色の違う画用紙2枚をはがきぐらいの大きさに切ります。これが顔と口になります。顔の方に細長く切った画用紙を貼り、ギザギザに切って上の歯を作ります。切り取った三角を口に並べてみてから下の歯を貼ります。口の開け具合や顔の角度を変えてみて、貼り合わせる位置を決めてから貼りましょう。はみ出たところは切り取っておきましょう。牛の耳のような形に画用紙を切り、顔の一番上に横向きに貼ります。次に鼻を作ります。顔と同じ幅に切った画用紙の上の部分を丸い2つの山が並んだような形に切ります。鼻の穴を貼って顔に貼り付ければラクダのような膨らんだ鼻の出来上がり。鼻の上に寄っているシワは画用紙を細く切って貼り付けて作りましょう。角は1センチくらいの幅の画用紙を貼り合わせて鹿の角のような形に作ります。目玉は顔からはみ出すくらい大きく切って、その中に小さめに切った目を貼ります。眉毛は斜めに切った画用紙で作ります。目玉が少し隠れるようにして両端を上げ、鬼のように怖そうな感じにします。眉毛の端は少し長めに作っておき、ギザギザに切ってから貼り付けます。顔の周りの毛を作りましょう。幅の違う画用紙を2本用意してジグザグに切っておきます。細長い三角に切り離しておいてもいいのですが、ここでは端をつないでいます。1回切るごとにくるっと回しながら切ると切りやすいです。顔を裏返して周りにぐるっとのりをつけ、短い方の毛をちぎりながら貼っていきます。一周貼れたらまたのりをつけて長い方の毛を貼ります。時々表から見ながらバランスを考えて貼りましょう。ひげは丸い画用紙を細く切って作りました。鼻の横に端を貼ったら形を考えながら折り曲げて貼ります。顔からはみ出すように貼ると勇ましい感じが出ます。顔の周りの毛を貼るのが大変な時は、一回り大きな画用紙の上に置きます。鉛筆で顔の周りにギザギザを描いてから、ハサミで切り取ります。そこにもう一度顔を貼ります。ひげの作り方も画用紙に鉛筆で形を描いてから切り取ってもいいです。ひげには毛糸も使ってみましたが、貼り付けにくく形もなかなかうまく作れませんでした。うまくいかないときはいろいろ試して自分のやりやすい方法を見つけてください。カラフルな龍がたくさんできました。
このまま飾った後、インクをつけて紙版画の版にする予定です。版画にする方法や、胴体や手足をつけて大きな作品を作る方法もご紹介していきたいと思っています。関連動画は終了画面か説明欄のリンクからご覧ください。